22日日曜日の全国の天気をお伝えします。暖かく湿った空気が流れ込みやすいため、西日本の太平洋側やまた低気圧から伸びる前線の影響で日本海側でも広く雨空となりそうです。また関東や東北地方も日差しが届く時間もありますが、内陸部を中心に急な雨の可能性があります。では全国のお天気、アイコンで確認していきましょう。台風12号の影響で先島諸島ほど次第に荒れた天気となります。雨風の強まりや沿岸部では高波にご注意ください。九州から東北にかけては雲が優勢のすっきりしない天気です。特に西日本の太平洋側では雨足が強まったりする恐れがあります。道路冠水や中小河川の増水にご注意ください。また活発な雨雲が通過しやすい未明から昼頃に関しましては、九州北部や山口県で大雨の恐れがあります。こちらも災害発生に警戒が必要です。近畿から関東地方も雲が優勢です。雲の隙間からうっすら日差しが届くこともありますが、にわか雨の可能性があるので空の変化にお気をつけください。西日本から東北の日本海側も朝からにわか雨があり、午後からは次第にしっかりと雨が降り出します。雨具をご準備ください。北海道も日差しが届いていても、道内エリアから次第に天気は下り坂で雨が降り出す予想です。空の変化に注意が必要です。気温を見ていきますと、東北から九州にかけては30度前後まで気温が上昇し、蒸し暑い体感です。北海道同エリアでは気温の上昇は控えめでしのぎやすくなりそうですが、内陸部旭川などでは蒸し暑さが続いていきます。残暑が続いていきますので熱中症対策が欠かせません。以上、全国の天気をお伝えしました。